世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの白鳥さんです。可愛い子には旅をさせよということわざがありますが、この旅とは比喩的な表現であり、子供が可愛ければ甘やかさずに世間に出してさまざまな経験をさせることが大切だという意味を持ちます。今回はそんなことわざのようなある外国人の体験談と、それに対する海外の方々の反応を合わせてご紹介します。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。以前海外で話題となっていたのは、イギリス人のジェームス・ディーキンさんによるご自身の SNS への投稿の内容でした。ディーキンさんが3人のお子さんと4人で日本を旅されていた際、ディーキンさんにどうしても外せない休養の用事が入り、すぐに日本から帰国せざるを得なくなったそうなのですが、あまりにも急だったため、お子さんたちの航空チケットまで取ることができなかったそう。結果、ディーキンさんは仕事のためお子さん3人だけを日本に残して帰ることに。それでも3人のお子さんたちは自分たちだけでホテルをチェックアウトし、65キロと遠く離れた成田までなんとか移動し、空港でチケットを入手したのだとか。ディーキンさんはそんな自身の子供たちの日本での体験をもとに、親が自分の子供たちを信じて旅をさせることの重要性を説いていたそう。投稿には子供たちの年齢についての記載はありませんでしたが、写真で見るとおそらく小学校高学年から中学生くらいの年頃。この投稿のコメント欄には3人の子どもたちの独立心を称賛する声が多く上がっているのですが、その上で安全な日本だから可能だったとの声も相次いでいました。世界中を巻き込んでこのエピソードは話題を集めていましたので、寄せられていたコメントの一部をご紹介いたします。海外の反応。心配する必要はないよ。だって日本だもん。犯罪率が異常なくらいに低いらしいじゃないか。もしこれが俺の国だったら、生き残るための術が必要になるね。世界中の国が日本を模範にしてくれればいいのに。子供たちの自立心を伸ばすには、日本は最高の場所だよ。だけど、日本でしか無理だってことも覚えておいた方がいいかもね。他の国だったら、まずさらわれるから。メキシコだったら大人が子供の手を引いて歩いていても連れ去られちゃうわ。子供の人身売買が世界2位だから。お子さんたちにとって忘れられない体験になっただろうね。もちろん父親にとっても。それにしてもやっぱり日本の安全性は世界トップクラスだね。そしてここで大事なのは日本だったってことね。散策する上であんなに安全な国は他にないよ。夜に女性一人で平気で出歩けるくらいらしいからね。本当なら一度行って夜の東京を満喫してみたいわ。世界一安全な国だから心配はしてなかったのかな。とはいえ日本は英国圏の国じゃない。標識とかも日本語だし大変だったと思う。日本の唯一ともいえる不便な点かもね。英語を話せる人が多くはないから。私も日本でなら子供たちだけで旅をさせられる。だけどフィリピンなら行かせることはない。日本ほど安全じゃないし、命を落とす危険性さえあるもん。ブラジルもだよ。子供だけで歩かせるなんて絶対に無理。大人ですら家から近くの床屋に行くのも安全じゃないんだ。子供を信頼することは大事だよね。親からの信頼が子供たちを成長させるわけだから。まあ日本ですからね。俺は日本の安全性に絶大な信頼を置いてるし、何かあっても日本の人たちが手を差し伸べてくれるって安心感もある。いずれにしてもあなたのお子さんの勇気が素晴らしい。私が知らないだけって可能性もなくはないけど、世界一安全な国日本。それに興味深いものがたくさんあるよね。子供たちにとっても旅するのには最高の場所だったと思う。東京って道に迷ってからが面白いんだよ。何度でも迷い込みたい街。安全な日本なら迷っても心配する必要は皆無さ。いくら日本とはいえ子供たちだけで外国を旅させたのはすごい。日本なら俺も子供たちに旅をさせたい。危険すぎて地元を旅させる気にはならないけどな。子供たちだけで旅できる国は世界でも日本、フィンランド、オランダだけだと思ってる。日本では子供たちだけで歩いて学校に行かせたり、お使いに行かせたりするのが一般的らしい。小さい頃から自立させるの。わお、アメリカじゃ絶対無理。一人で学校なんて行ったら行方不明になってしまうわ。許可を取らずに子供たちだけで外国を旅させて、後で奥さんに怒られてないといいけど。日本なら奥さんも安心だよ。お子さんの自立心を促すには最適の場所だったと思う。東京は犯罪に巻き込まれる心配が少ない。5歳の子供が一人で電車に乗れるような街だから。以上が海外の反応です。海外の人たちからは、ディーキンさんの子供への偉業を称賛するとともに、日本の治安がいいからだという声が多く寄せられていることから、日本が安全な国という認識が強く持たれていることがわかりますね。実際ディーキンさん自身も子供たちだけで外国を旅行できたのは日本だからの一言に尽きるとコメントしており、きっと日本でなければ子供たちだけで残すことはしなかったはず。結果としてジェイキンさんの子供は事故や犯罪などに巻き込まれず無事でしたが、日本人の私たちがこの話を聞いて、日本ってそこまで安全かなと率直に思いませんか？慣れない外国に子供たちだけでホテルから空港までの移動、チケットを入手し飛行機へ搭乗。想像するとハラハラしそうな展開ですよね。いくら治安がいいとは言っても、普段日本で生活する中で時には物騒な報道を耳にしますし、その中には子供が被害に遭ったという恐ろしいケースもあります。それでもやはり世界の国々の中で日本は犯罪などの発生率が低いという事実は様々なデータで裏付けられていて、治安がよく安全だと言われる要素の一つとして例を挙げると、小学生から子供たちだけで登下校をするという文化があります。日本ではごく当たり前のことですが、海外の人からすると大変驚くべき光景なのだとか。日本の小学生の通学は地理的な事情などの例外を除いて基本的には徒歩で、都心では子供一人でも電車やバスを使い遠くの学校へ通学する姿もあり、実際に 98.3% の子供が毎日保護者の付き添いなしで通学をしているそう。しかし、これは世界の常識ではなく、日本以外の国では子供たちだけで登下校する光景はあまり見られないようです。海外では学校まで親が車で送ったり、スクールバスやバイタクシーでの送迎が義務付けられていることがほとんどで、子供だけで外を歩かせることを法律で禁止する国もあります。日本の保護者ももちろん、子供を危険にさらしたくないという前提を持っていますが、まず日本の子育てには、可愛い子には旅をさせよのことわざがあるように、幼い頃から自分のことは自分でやるという習慣を身につけるべきと考えられています。日本の子供たちがそこまで自主性を与えられている理由、それは日本の集団主義社会に起因するものであるとされていて、子供たちは何かあればコミュニティに頼ることができ、お互いに助け合うべきだと教わります。自主性というより集団の一員であることを学ぶのが目的なのだそう。日本の犯罪率の低さ、考慮が行き届いた都市計画も重要な要素で、東京では人口の半数が公共交通機関を利用しており、車を運転する人たちも歩行者や自転車に道を譲るべきことをしっかり認識しているという背景もあります。それでも犯罪や事故が決して起きないということではないので、子どもたちがより安全に、そして安心して通学できるようにするため、警視庁と文部科学省では子どもの登下校防犯プランを示しており、それは次のような概要となっています。1. 地域で連携するための基盤・仕組みづくり。 2. 通学路の点検と徹底、環境整備・改善。 3. 不審者情報などの共有及び迅速な対応。 4. 多様な担い手による見守り。 5. 子ども自身の危機回避に関する対策の促進。これらのプランに従い、各地域の自主会などの単位でその場にあった具体的な活動内容を取り決め、学校、保護者、地域の人々が協力し、子どもの登下校の安全を守っているのです。皆さんも保護者や地域のボランティアの方たちが道で旗を振ったりして子供たちを見守る光景を見たことはありませんか？このように社会全体で協力することで、小学生が子供だけでの安全な登下校が実現でき、子供たちの自立心や集団の一員であるという考えが一人一人に根付き、ひいては日本全体の治安や安全につながっているのかもしれませんね。最近ではこの日本の教育方針に倣い、国によって治安や距離などの問題もありますが、子供たちだけで通学することを少しずつ推進している動きもあるようです。もちろん危険もありますが、毎日子供だけで通学する時間の中には、目に見える景色、暑い、寒いなどの感覚、地域の人たちとの触れ合い、新たな発見など、たくさんのことを学ぶ機会があり、困難に直面した時、自分で解決する力や、自分自身を信じる気持ちが育っていくのではないでしょうか。動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。